痩せるリンゴ酢ドリンクレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント今無料で差し上げております。ぜひ受け取ってください。それでは今回のテーマは痩せるリンゴ酢のドリンクのレシピということでお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクレシピで痩せることができるのかっていうその痩せるポイントについて3つお伝えしていきますね。もう私今ですねこのリンゴ酢ドリンクすっごくハマってまして、いろいろ今までもレシピご紹介してるんですけれども、今回のレシピもね美味しいんですよね。すごくそのつけた後の材料もね美味しく食べることもできるので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。でまだこのリンゴ酢死ねませんという方のためにその痩せるポイントなんですけれども3つありまして、1つ目はリンゴ酢を飲むとあなたの腸内環境が整うからなんですよね。あなたの腸内環境がまず整えばもうダイエットに成功したって、ね、言っていいぐらい、これとってもね大事なことなんですよね。そうすることであなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんですよね。ここを無視してダイエットにいくら頑張って取り組んだとしても、やはり根本的に太ったままの体質でこういくら頑張ってもやはりなかなか効果は出ないからなんですよね。2つ目です。代謝を促進してくれる効果がリンゴ酢にあるからなんですよね。これも大事ですよね。もう誰でもそう、年齢をね重ねると代謝ってどんどん下がりますから、私のサロンにお越しの方もねよくおっしゃるんですけども、先生なんか最近ね 2,3 キロあっという間に太ってたんですっておっしゃるから、どうしてでしょうねって言うと、その方もご自分でわからないんですよ原因が。え、だって私食べる量も食べる内容もすごく気をつけて今まで通り食べてるのにっておっしゃるので、そこですねってねお伝えするんですよね。なぜかというと代謝が落ちてきているのに同じことをしててもねダメなんです。なぜかというと今まで、まあ、2,3 年前に比べて今の方が太ってきたっていう方は明らかに代謝が落ちてきてるわけですよね。女性ホルモンのバランスの関係ももちろんありますけれど、なのでその当時と同じことをやり続けていたとしたらいかがですか。燃やす力が落ちてるんですよ。なので取ったカロリーを消費できないわけですよね。すると必ず太ります。なので 2,3 年前と今の自分は別人なんだぐらいのね、やはり感覚で食べるものや量をやはり徐々にその年々に合わせてコントロールすることがすごく大事になります。その時にでもやっぱり食べたいですよね。食べたい、わかります。なのででしたらやっぱり代謝を上げる工夫をしないと今まで通り同じことをしてたらダメですよってことなんですよね。例えばこういったリンゴ酢の効果を使うのもよし、しっかり運動して筋肉をつけて代謝を上げるのもよしです。どちらも大事ですけれども、とにかく今まで通りのことをしていても今まで通りの結果はねなかなか出せなくなってるんですよということ。じゃあ3つ目、脂肪の蓄積を抑えてくれる効果があるからなんですよね。やはりねいかがですか、食べないと生きていけませんよね。しかもやっぱりしっかりいいもの、腸活メニューを食べるからこそ痩せることができるんですけれども、どんなにいいものでも食べるっていうことはですね必ず血糖値が上がるんです。まあもちろんそれがないとね困るわけなんですけれども、その血糖値が上がるときにそれを抑えようってするときにホルモンが出るんですよね、インスリンっていう。そのホルモンがまあ良くも悪くも働くわけですよ。もちろんその抑えてくれる効果があるけど、その代わりにその、まあ、別名デブホルモンと言われるこのインスリンが何をしてくれるかというと、血液中にあるその糖分をわざわざ脂肪に変えるっていうね、こういう働きをしてしまうわけですよね。余計な、まあ必要なんですよ、必要なんだけどそれが過剰になると余計なわけです。なのでそういった私たちで絶対食べないといけませんよね、美味しく。しかもその時にどうしても血糖値って上がる、でも上がりっぱなしでは嫌っていうところですよね。なんとかして食べた時の血糖値をなんとかこう抑えたいっていう時にこのリンゴ酢がですね任せてってこうね登場してくれたらいかがでしょうか。その間インスリンがたくさん出る必要がなくなるわけですから、結果血液中の糖質をですね、糖分を脂肪にわざわざ変えるね量も減りますよっていうことになるんですよね。
では2つ目の項目です。何をということで、今回あなたにお伝えする痩せるリンゴ酢のドリンクレシピの材料が持つそれぞれの痩せる効果についてお伝えしていきます。ベースはやはりリンゴ酢を使うんですね。でなぜいろんなお酢がある中でリンゴ酢がダイエット向きなのかっていうお話です。まず脂肪の燃焼を促進してくれます、要するに脂肪をどんどん燃やしてくれるわけですよね。もうさよならってしてくれるわけです。そしてあなたの基礎代謝が上がるから結果脂肪がつきにくくなりますし、先ほど項目1でお伝えした通り血糖値の急上昇を抑えてくれる効果が高いからなんですよね。そしてなぜリンゴ酢が一番ダイエット向きなんでしょうかっていう理由は、この酢酸の働きが数多くあるお酢の中で一番ね強いからなんですね。そのことであなたの腸です、腸をしっかりと元気にしてくれるその効果があって、こうどんどんね腸がねこう働きやすい環境になるわけですよね。こうブラック企業じゃないわけですよ、ホワイトですよね。なのであなたは結果根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。でまた満腹感を得やすい効果があるので、例えばどうしてもストレスでもう食べたくなる、この食欲止まんないとかないですか、もしくは生理前とかもうどうして今までこう食欲コントロールできていたのに生理前になったらなんでこんなに無性に食べたくなるのかみたいな、やっぱりね女性だったら誰しも大なり小なりあると思うんですよね。そういった時にそうだ私にはリンゴ酢があったっていうことで、やはり適量飲んでいただきますとあなたのそのこう食欲をね抑えることがしやすいですよということになります。そしてむくみの改善効果があります。カリウムが豊富なのでやはり見た目もしっかり水分代謝を良くしてキュッと絞っていきましょう。ではそんなですね痩せ効果がたくさんあるリンゴ酢なんですけれども、選び方を間違えると太ってしまいます。で別動画で詳しくねお伝えしている動画もありますが、ここでもポイントだけ、ここさえ押さえてれば間違えませんよっていうポイントだけねお伝えしていきます。まずリンゴ酢をね購入するときに必ず買う前に原材料名をチェックしてください。そこにたった一つだけしか書いていないものが二重丸です。それはリンゴ果汁 100% だけでできているものを買いましょう。中にはこうアルコールとかね香料とか、いろんな甘味料とかね、このまま飲めるストレートタイプですよっていう、こうジュースのような形で売ってるリンゴ酢はもうね太りますよ、気をつけましょうね。そしてできればこのリンゴ果汁がオーガニック栽培や有機栽培などの良質の JAS マークが載っているようなリンゴ酢でしたら、もうさらに安心安全で健康にも悪ですよね。そしてここ一番ポイント、無添加であること。無添加であることっていうことは材料は一つだけってことですよね。香料や着色料、保存料などなど、とにかく余計なものが一つでも入っていないものを選んでいきましょうね。はい、そして今回使う材料のフルーツはブドウになります。で今回はですね、私はよく、そのフレッシュなままのねブドウも買えるとよかったんだなって思うんですけれども、本当は皮付きのもので、農薬のことも心配でしたし、実はですねそのブドウを買いに行く時間がなくって、どうしよう、でもブドウのねドリンク作りたい、美味しいのにと思ってたらですね、なんとコンビニのローソンさんでですね、娘の塾のお迎え時に水買いに寄ったんですけども、そこで引き寄せですよね、なんと冷凍の、しかも種を種がね入っていない食べやすい、こんなね綺麗なブドウ見つけたんですよね。なので今回私はもちろん、あなたはね生のそのスーパーで売ってあるようなグレープですよね、ブドウを買ってもいいんですけれども、私みたいにですねスーパーが空いてる時間にもう寄れないとか、夜遅いお仕事が遅い方とか、うっかり買い忘れたっていう方はコンビニのね、私はたまたまローソンさんでしたけれども、ローソンにブドウの冷凍パックがですね置いてありますので、種なしですし食べやすいですし、おすすめなのでよろしかったらね使ってみてください。でブドウってねすごいんです、やっぱ甘くって太るんじゃないのかなって思われる方も多いと思うんですけども、もちろんね食べ過ぎたら糖分取りすぎで太っちゃうんですけども、このリンゴ酢ドリンク使うぐらいの量でしたらもう全然 OK です。そしてまずブドウはその腸内環境を整えてくれる材料なんですよね、食物繊維が入ってて、でその結果その腸内を大掃除することができるんですよ。
腸に住んでいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの大好物が食物繊維だからなんですね。でこの食物繊維ってすごくて血糖値の急上昇に抑える効果もありますから、リンゴ酢とダブル効果ということになるんです。そして悪玉コレステロールも、ね、減らしてくれたり、あなたの血行を良くしてくれて、結果その代謝をね上げてくれて、食べた時のその燃やしやすい体にですねしてくれるという効果があるんです。はい、そして最後の材料は蜂蜜です。でここでね、先生そんな私甘くしなくても好きですっていう方は無理に入れなくてもいいんですけども、多少やっぱりかなりリンゴ酢酸っぱいのでちょっと飲みづらいなっていう方は、適量の蜂蜜を入れたレシピでご準備してみましたので入れてみてください。では蜂蜜です。蜂蜜って先生ダイエット向けなんですかっていうご質問もよく受けるんですけども、そうですとね大きい声でねお答えしてます。なぜかというと、もちろん蜂蜜もブドウと同じ、摂りすぎ食べすぎ飲みすぎとかね、それはやはり過ぎたるわってものですよね。よくないです、もちろん太りますよ。ただ適量しっかりとればかえって痩せる効果を得ることができるんです。蜂蜜もアミノ酸の力で脂肪燃焼効果もありますし、オリゴ糖やグルコン酸が入っている関係でその腸内環境をですね整える効果があるんですよね。でまたポリフェノールも実は入っていて、これがまた脂肪燃焼効果をね底上げしてくれるものになります。で特に蜂蜜は栄養価が高いんです。例えば栄養を全部そぎ落とした白砂糖なんかと比べたらもう比にならないぐらい、あなたはやっぱり栄養を取ることができちゃうんですよ、蜂蜜で。するとどんないいことがあるかというと、あなたはやっぱり痩せることができるんです。しかも健康的に、中からきれいにピッカピカ、肌も髪の毛もツヤツヤにねやっぱなるんですよね。やはり痩せるためにはしっかりと栄養が取れていることが大前提なんですよね。そのことが結果腸も元気になるわけです。そこを無視して栄養バランスが悪かったりばっかり食べてね、こればっかりみたいな方はその時はもちろん落ちるかもしれませんが、髪の毛とか爪とか肌はどうですか、ボロボロになっていませんかとか、健康がねその害してませんかって、そういったことがなりますから、やはり痩せるためには栄養ってすごく大事。栄養取れていれば痩せホルモンも作ることができますから、ここすごく大事になります。はい、では3つ目の項目です。どのようにそのドリンク作ればよいんでしょうかということで、ここでは材料と作り方と実演の動画をご準備していますので、ぜひご参考にしてみてくださいね。あと最後に効果的なダイエットに向く飲み方量をお伝えして終わりたいと思います。まずブドウサワードリンクです。材料は原液になりますから、このまま飲んじゃダメですよ、薄めて飲むものになります。でまずリンゴ酢良質のもの 200ml、 そしてブドウですね。できればしっかり皮もきれいに洗っていただいて、50度洗いをされると農薬取れやすいので、50度で 2-3 分かけて洗うのも丸です。 100g 準備しましょう。そして蜂蜜が大さじ3、そして保存容器が1個です。でこの保存容器もできればガラス瓶などでピシャッとねこう蓋が閉まる良いものを使ってみてくださいね。では作り方に行きましょう。1番目です。保存容器に先ほどお伝えした材料をもう全部入れてしまいます。そしてそのままね半日常温で置きます。でそのまま置いた後は冷蔵庫で保存ということになるんですけれども、すぐに飲めるものではちょっとないんですよね。それから1日1回容器ごとちょっと振ってね拡散してあげて、1週間経ったら完成ということになります。では最後は天然水とか、また無糖の炭酸水とかでも美味しいです。ただし冷たすぎないものですよね。を 200ml に対してこの原液を大さじ1杯、そしてお好みでその入ってるブドウもね一緒に私も食べたりするんですけども、もうかなり酸っぱくって、もう甘酸っぱ酸っぱみたいな、ね、酸っぱい方が勝手なんですけども、美味しいですよ。疲れも取れますし最高です。なのでこの手順で作ってみてくださいね。ではここから私が実際作ってる様子の動画をご覧ください。どうぞ。
ここからもっと痩せ効果をアップさせるための効果的な飲み方と量、注意点をお伝えしていきます。まず食前に1杯飲むのがベストです。これはなぜかというと、食事の時はどうしてもどんなものでも大なり小なり血糖値が上がります。そこをいかに抑えてデブホルモン、インスリンを出さずに済むことができるかっていうのが、これがねすごく毎日の食事の勝負どころになるわけですよね。まあ戦いなわけですよ。どうせ食べるんだったらですね、同じもの食べるんでしたら血糖値上がらない方が絶対じゃないですか。いかにこれをね上げさせるかっていうね工夫ですよ。私も工夫してますよ。なのであなたもまずは食前に1杯このドリンクを飲むということがおすすめです。そしてただし、どんなにこの痩せ効果が良いリンゴ酢ドリンクも1日2杯までとしましょう。それ以上何杯飲んだとしても、そんなにねダイエット効果が変わったというデータは出ていないので、そんなに頑張ってねもうタプタプなるまで飲む必要はないですし、かえってあの健康が健康を害してしまいますからね、気をつけましょう。そしてまずは体質改善も含めますから、最低やっぱり12週間は毎日コツコツ続けてくださると、だんだんと効果が現れると思います。注意です。いくらこの飲み物を取ったとしてもですね、例えばあなたが今胃がね弱ってるとか、もともと胃が弱いとか、ちょっと調子悪いなっていう時は、空腹時に急に飲んでしまっては刺激が強すぎてかえってお気分悪くなってしまいますので、その点だけは注意してください。そして私はどうやって飲んでるかというと、もう必ずホットでお湯で割って飲んでます。でも熱々を飲むわけじゃないんですけども、まあ左右ぐらいの70度前後ぐらいの飲みやすいホットなですねものを作っています。なぜかというと、こうキンキンにそれに氷を入れたりとかですよ、冷蔵庫でキンキンに作り置きしたのをガーッとか飲むと、もう腸がびっくりしてしまって、冷えると代謝が落ちる、結果脂肪が燃えにくくなって腸も動かなくなってっていう、その悪いサイクルに入ってしまいます。ですから冷たいっていうのはダイエットの敵なんですよね。でもね、分かるんですよ。今からね暑くなるから飲みたいんですけれども、もうどうしても先生飲んじゃったっていう方は、大丈夫、すぐリセットしてくださいということで、冷たくて、あ、お腹冷えたなって思ったら、もうすぐにその後温かいものを飲んでみるとか、しっかりとお腹を温めるそのお洋服と巻いてみるとかね、とにかく中から外から温めるのが一番ですから、あなたも冷えてるなと感じたら、まずはお腹温めてあげてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は私が今ハマっているリンゴ酢ドリンクの中でも、このブドウを使った美味しい夏向けのドリンク、あなたにお伝えしました。あなたもぜひ早速作って飲んでみてくださいね。よろしかったらコメント欄にご感想などお聞かせいただきますと、とても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。